皆さんこんにちは。本日は日経平均のトレンドポイントとオプション取引の融合について、株式会社暁投資顧問代表取締役社長近間哲平さんにお話を伺ってまいります。近間さん、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。投資顧問の社長さんなんですけど。はいはい、そうですね。投資顧問の社長、もともとご自身で投資をずっとなさってたの？はい、そうですね。基本的に株取引からスタートしたんですけれども、はい、高校生の頃から。高校生？高校生の頃からですね。だいぶ早いですよ。だいぶ早かったですね。もともとゲームが好きだったんですよ。ゲーム、はい。テレビゲーム、うん、テレビゲームと投資って意外と共通項があったりとかして、はい、へー、うん、まあ、あの 敵キャラいるじゃないですか、はい、敵キャラのパターンを読み切ることと株価のパターンを読み切ることって結構実は似てたりするんですよね。へー、うん、それでちょっとハマっていったっていう感じですかね。あ、うん、なんかちょっとヒントになりましたね。はい、近間さん、あの YouTube でオプション投資の解説を配信なさってるんですよね。はい、毎日させていただいてますね。うん、で YouTube のチャンネル登録者数が2万人超、はい、去年の動画の再生回数が286万回、はい、すごいですね。いや、ありがとうございます。はい、これどんなテーマで配信されてるんですか？そうですね、毎日の市況ですね。毎日の市況、あとは、まあ、毎日の株式のテーマに加えて、まあ、オプション取引のポイントだったりとか、うん、日経225先物の売買のポイントだったりとか、でもちろん、あの、私は結構予想するんですよね。はい、明日はまあ上がるでしょうとか、うん、まあ明日はおそらく下がるでしょうとか結構言い切っちゃうんですよ。へー、それがまあ意外と、まあ、あのメリットデメリットもあるんですけど、はい、うん、でもまあはっきり言ってもらうと、うん、見ている方は、はい、すっきり聞けますね。ああ、そうですね。だいたい、あの、私たちの、まあ、はい、放送、はい、私はラジオの放送してるんですけど、あの、こういう面は上がるかもしれないけど、うん、こういう心配もあるよねって必ずこうつけますね。そうですね、報道なのでしょうがないっていうのもありますけど、うん、どっちだよと、うんうんうん、なりますよね。なりますね。うんうん、そんな中ではっきり言い切ってしまう。はっきり言い切って、まあでも外すこともあるかな、うん、あると思います。そうですか。うん、でもじゃあどんなところに注目して、その上がるかな下がるかなっていうのを見てるかっていうのも、はい、うん、あの非常に大きなポイントになりますね。うん、そうですね、はい。うん、まあ、そこと、まあ、オプション取引デリバティブ取引っていうところで、まあ、現物の、まあ、今上がってる 5G とか半導体銘柄に加えて、まあ、相場の体温だったりとかをデリバティブ取引を通じて、うんうん、あの測って発信したりとか、あるいは自分のプライベートの方もよく発信とかしたりしてますね。はい、あ、そうなんですか。はい、それはあの相場の関係者にはまだちょっと少ないかもしれないですね。少ないかもしれないですね、株式なんか特に。はい、で、昨年末にはこちらの5本初めての日経225オプション投資も出されまして、すで、はい、にこの、あの、多くの動画を配信されていて、はい、で5本も出されてっていうのは、はい、これどういう組み合わせと考えるの？まあ、毎日 YouTube 365日解説してるんですけれども。365日？365日です。土日もやってる？土日祝日は2本とかあげたりしますけど。へえ、うん、休みなしですか？休みなしですけども、やっぱり YouTube して自分が考えてる相場感とかを、はい、まあ、人に言うっていうか、まあ、全世界にこうアウトプットすることで、うん、まあ、なんかやっぱりパンローリングさんの本とか読んだりとか、はい、あの、いろんなラジオ日経さんの市況の解説を聞いて、それをまあインプットじゃないですか、うん、それをまあアウトプットすることによって、より、あの、情報に精度がかかるというか、うん、っていうので、まあ、発見したんですよね、自分で。うん、まあ、こうアウトプットすることで、より、うん、精度というかね、うん、上がるっていう。で、そのさらにアウトプットまとめ版ですか？じゃあ、おっしゃる通りです。はい、でもね、珍しいと思うんですよね。
YouTube してらして、うん、さらに本があってそうですね。で YouTube とはまただいぶ雰囲気が変わりますでしょ、うん、変わりますね。初めてのなんとかかんとかにしては、はい、絵が少ないし、うん、少ない白黒だし白黒ですねすいません文句言ってるんじゃないですか。いいえ大丈夫です。珍しい本だなって、はい、まあ、極力コストをね、はい、抑えてるのかもしれないですけど、はい、これを読んで YouTube 見るとまたさらに、ああよりそうですね深まるかなというふうには思ってますね、うん、はい、あの資産形成っていうのは、はい、本当にあの必要になってきてる、あそうですね、だと思うんですけど、うん、はい、オプションっていうのは、はい、資産を作るものとしてはどうですか。そうですね、まあ本当に正直に大まかに分けると、はい、多分投資というよりは投機の方に近い、やっぱり、うん、大まかに言うと。でも私はそれを投資として捉えて、まあ、この本を出したんですけれども、やっぱりその毎日毎日上がっていく相場だったら、うん、あの株式投資だけでもいいんですけれども、ある日突然トランプ大統領がとか、ある日突然中国がとか、まあ、例えば今回みたいな新型肺炎ウイルスのテーマで、やっぱりどうしてもリスクオフにこう傾きやすいのが日本の市場なんですよね、うん、やっぱり、うん、なのでそういう時にやっぱり下がる権利を買っておいたりとか、うん、あとは日経平均ってどうしても上がりづらいっていうイメージあるじゃないですか、まあ、ニューヨークダウと比べると。あそうですね、うん、ニューヨークダウは前日比300ドル上げてるのに日経平均はなぜかマイナスだったりとか、うん、結構するので、うん、そういう時にはやっぱりオプション投資で、オプション取引で手堅く、はい、取引することもできるんだよということを、うんうん、ちょっと、世間に浸透させていきたいなというふうに思う。だからオプションだけっていうわけじゃなくて、うん、株とオプションをやっぱり両投していく、うんうん、投資の裾野をこう広げていく、選択肢をこう増やしていくっていうのは、うん、うん、いいことなんじゃないかなというふうに思ってますね。では早速そのオプションの魅力について伺ってまいりたいと思います、はい、今日の題が日経平均のトレンドポイントとオプション取引の融合ということですね、はい、はい、そうですね。では進めていただきましょう、はいはい、今回持ってきていただいたこれは、はい、こちらがですね、オプション取引の、はい、まあ、ポジションというか、はい、どういうトレードがあるのかという例をですね出させていただきました。で私が、まあ、一番最初に大きなリターンを出した、はい、記念の取引でもあるんですね。お、はい、オプション取引に目覚めたというか、うん、目覚めたのがリーマンショックの年だったんですね。リーマンショックもう、はい、本当に現物株は大変でした。大変でしたね、はい、うん、でそんな中で、はい、じゃあオプション使ったらどうかなって思われたんですか。そうですね、オプション取引にをしたのが2007年からなんですね。でオプション取引で実際に儲かったのがそのリーマンショックの、うん、まあ2週間ぐらいだったんですけど、まあ2007年ぐらいからやって、なぜ2007年からオプション取引をしたのかっていうのは、まあ、ちょっと後で解説するとして、はい、まあ、このプットバックスプレッドっていうのは、まあ、日経平均あるいは相場がベアですね、下げトレンドの時に非常に、有効な取引なんですね、はい。プットって何ですかとかは、まあ、さまざまな解説をもう近間さんのあ、そうですね、YouTube でしていただいているので、はい、そちらをご覧いただくことにしまして、そうですね、はい、このプットバックスプレッドですね、23,750円のプットオプションを、はい、売りを1枚入れますね、うん、これはすなわち23,750円までは下がらないにかけるっていう取引でございますね、うんうん、はい、はい、で、返す刀で同時にですね、そこから1000円下の下がる権利22,750円のプットオプションの買いを5枚購入することによって近い権利を売っ
って、うん、遠い権利を複数枚買う、うんうん、これがまあバックスプレッドという取引の一つなんですけど、これをまあプットですることとすることはプットバックスプレッドって言うんですね。はい、でこちらはですね、日経平均が何事もなければ、はい、この23,750円のプレミアム200円が受け取りプレミアムになりますね、うん、で50円かける5枚なので合計250円のプレミアムを市場に支払ってるということなので、200-250、すなわち日経平均が何事もなければマイナス5万円で、うん、済む、まあ、満期まで保有しておけば、はいはい、しかし日経平均が、まあ例えば今回みたいに500円安とか、うん、600円700円安になると、うん、非常に、含み益は、まあ、2万3000円で今このグラフは止めてるんですけれども、43万円のリターンが、まあ、一晩とか二晩ぐらいで得られる、うんうん、だからこう考えればいいんですよ、外れたらマイナス5万円か当たったらプラス40万円か、うん、まあ、最終的にですね、持っておけば。なので、まあこういう取引は必要証拠金というですね、はい、必要な資金も、このプットバックスプレッドは、30万円か40万円ぐらいで取引ができるので、うん、資産効率としては非常にいいスプレッド、まあ、オプションの取引ですね。まずやはりこう損失を限定できる、限定できる、5万円っていうこうなんか分かってることが安心感ですね。そうですそうです、安心感ですね、うん、で最大の損失が5万円なので、うん、今日みたいに例えば日経平均がリバウンドして、あもう日経平均は、2万3000円割れはなんとか回避できるなとか、うん、新型肺炎ウイルス関連も、次第に収束していくなという目処がついた段階で返済すれば、うん、マイナス2万円ぐらいで収まるんです、うん、最大で5万円っていう損なので、だずっと持ってる必要ないんですよね。もうないですね、はい、うん、で、まあ、この場合は1枚と5枚っていう、はい、こう差をつけてるじゃないですか、はいはい、この辺の変え方とかが肝ですか、はい、肝ですね、これはですね現在の時価ですね、うん、日経平均が例えば今2万4000円だったとします、はい、そこからちょっと下の、権利ですね、本当にすぐ下がる権利を、1枚とりあえず売るんですね、うん、でそこからさらに、1000円ぐらい下の権利を、はい、プレミアムよりちょっとオーバーするぐらいの、枚数を購入する、今 50×5 で250なので、はい、200円と250なのでこう結構値段が違うので、これから考えて1枚と5枚とか作るわけですね、はい、そうですね、はい、うんうんうん、自分で証拠金を、はい、まあ、抑えることも考えながら組み立てましょうってことですね。そうですね、はい、うん、これ戦略としてね、いろんなものを立てるのあると思うんですけれども、はいはい、とりあえず初心者は1枚買ってみようよっていう感じだと思うんですけど、こういう組み合わせってどうなんですか、うん、難しくないですか。まあそうですね、難しいと思います。この名前もちょっととっつきにくいじゃないですか、うん、そうですね、なんかフットバックスプレッドみたいな、5万円損する取引とかっていうそういう名前だったらいいかもしれないですけど、日本語っぽい感じで、うん、でもこれどういう時にこれを使うかっていうと、はい、今のお話だと、はい、まあ、ちょっと今回みたいに、うん、コロナウイルス、はいはい、悪材料がボッと出てきて、うん、日経平均下がっちゃうかもっていう時に使える手ですよね、うん、そうですね、はい、まあ、日経平均のトレンドがちょっと怪しくなってきたなっていう初動で仕掛けるのが一番いいかと思いますね。初動でね。初動で。あとは、まあ、今回みたいに、3回ぐらい高値をつけた時とかですかね。24,000今100円ぐらいをちょっと3回ぐらいチャレンジしたけどもクリアできなかったじゃないですか。ねえ。あとちょっとなのに。あとちょっとだったっていうところ。まあそういう時はやっぱりどうしても
下方向に行きやすいので、うん、そういう時とか、まあ多分資料の方にもあると思うんですけど、そういう日経平均がトレンド弱くなった時とかにの条件があるので、はい、またそれも日経平均のトレンドポイントですね。ポイントでございますね、はい。プットバックスプレッド、その他にどんなものがあるんですか？その他はですね、こちらですね、レシオプットスプレッド、うん、今度はプットスプレッドレシオプットスプレッド、レシオ、レシオ、順番違うそうですね、順番が違いますね、はい。こちらはですね、まプットバックスプレッドの取引とちょっと似てるんですね、はい。今度は23,750円のプットオプションを1枚購入、はい、つまり日経平均が下がるかもしれないというふうにもうダイレクトにかけるという投資ですね。普通に買ってる、まあ、プット買いですね、うんうん、に、22,750円のプットオプションの売りを2枚、あ、今度こっちが売り、今度、はい、買い取りが逆転してる、はい、あと枚数も1対2になってますよね。はい、はいはい。でこちらがですね、まあ、基本的な戦略で弊社の方もよく仕掛けている、うん、この本でも解説しているんですけど、はい、なぜ 22,750 円かというと、うん、1月の8日だったかな、地政学リスクが表面化した時に、はい、日経平均が 22,900 円ぐらいまで一瞬つけた時ありましたよね。まあ、そこをあの下値支持線と見て、うん、まあ、そこにちょっと近い、ここまでは下がらないにかけるのがプット売りなので、そこで2枚売ってるっていうトレードですね、うん、1月8日安値はそんなに待ってこないかなっていうところを自分で、うん、はい、ポイントにして、そうですそうです、それでこの、まあ、権利行使価格を決める、はい、決める。で約この取引ではプット買いとプット売りの、価格差、はい、権利の価格差が約1000円空いてますよね、うん、1000円、はい、なので、これを SBI 証券の損益線チャートというもので、うん、表示しますと 23,610 円から、うん、21,700 円、ものすごく広い、幅広いですよね。広いですね、はい、うん、これがSQ、 あと、まあ、今もうちょうど SQ まで2週間ぐらいですけど、はいはい、SQ で 23,610 円から 21,700 円までどこかに着地すると全て利益っていうトレードですね。あ、ずいぶん広いですよね。 すごく広いですね。へー、はい、なのでおすすめなんですこちら。初心者の方はこの取引は結構おすすめですね。これ、権利行使価格を1000円も離してるからこうなるんですか？おっしゃる通りですね、はい、こっからここまでだったら、はい、利益が出るよ。利益が出る、びっくり。で証拠金も、必要な証拠金も30万円で、できますので、で最大の利益は日経平均 SQ が、はい、22,750 円、つまりプットオプションを売っているニアなところですね、 近いところで SQ が決まれば93万円の利益も、へえ、目じゃない。しかし22,000円割れても、はい、ここからまあ約1000円安起きたとしても、20万円ぐらいのリターンは得られるというぐらいですね。そうですね、はい、こういうですね、ここからここまでが利益というものをたくさん作っておけばどこでも利益っていう状態になるんですよ。そんなに美味しいことありますか？あるんですよ、はい、うん、これはあります。これだったらでもちょっとずつこれを積み重ねていけば投資になりますよね。そうなんですよ、はい、これって今、はい、SQ まで2週間ぐらい、はい、あと2週間これぐらいの時期にやるのがいいんですか？ですね、一番仕掛けるタイミングとしては、うん、SQ 日ですね。今は1月の SQ が終わって、はい、もう2月の第2金曜日の SQ に向かってデリバティブトレーダーはこう動いてるじゃないですか、はい、なので同じようなトレードをされたい方は、うん、SQ 日に最初に仕掛けるのが一番いいですね。
なぜかというと、オプションは時間とともに価値が減価していく商品なので、うんうん、SQB が一番やっぱりオプションのプレミアムが高いんですよね、はい、なので高いからこういうあの有利な取引ができる。うーん、し あるいは日経平均が例えば500円安とかした時には、ボラも非常に上がって、はい、オプションが見たことのない高値になってたりするじゃないですか、うん、そういう時がまあチャンスですね。あ、うん、あ、なるほど、うん、そしたら有利な条件でこういう綺麗な範囲のものが確か取れてきますね、うん、まあ、ちょっと望みが出てきた感じがしますね、はい、ではもう一つパターンを教えていただきましょう、はい、もう一つが逆ですね今度は、うんうん、レシオコールスプレッド、今度はコールコールですね、はい、先ほどとは逆で日経平均がものすごく強い上昇の時ってありますよね、はい、まあ、日本でいうと秋とか結構上がりやすい、昨年の秋、昨年も何年末にかけてとか、はい、上がりましたよね。そういう日経平均がものすごく強い時にも実はオプション取引はこういうふうにレシオコールスプレッドみたいな、こっからここまでのこの取引はですね、はい、先ほどと逆、ちょっと逆、23,500円まで上がる権利を200円で1枚購入、うん、いわゆるコール買いですね。コール買い、はい、相場が強い時に行うやつで、そこからさらに上の24,500円のコール売り、うん、この24,500円っていうのは2018年の10月の高値付近ですね、はい、超えられない壁、はい、そこをまあそこまでは上がらないにかけるコール売りをしておけば、はいはい、このポジションを SBI 証券の損益線チャートで表示すると23,620円から25,500円まで利益、広いな、広いんですよ。だからあとまあ SQ の日にこの23,620円から25,500円までに日経平均がピタッとはまれば大きなリターンになります。うーん、まあSQ まで持ってこの間に入っているってなくても、はい、先ほどおっしゃったように、はい、なんかちょっとガッとに景気上がったりすると、はい、利益のチャンスが出ますよね。あ、出ます出ます、はい、これ日経平均が強い場合っていうことだったら、はい、単純にあのコール買っとけばよくないんですか？そうですね、単純にコールを買うという手もあるんですけれども、うん、やっぱりどうしても私たちプロでも上がるぞって思った時に買って当たるのってちょっと難しいんですよね。うん、なんていうのかな、まあそれだけ相場を当てることがやっぱり難しいということか、うんうんうん、ということですね。で、なおかつコールオプションの買いって、まあ短期的に上がれば非常に大きなリターンなんですけども、はい、決済のタイミングって非常に難しいんですよね。昨日は200円のオプションが400円のあのプレミアムになって20万円の利益が手に入っていたのに、まだまだ上がるだろうという欲のもと1週間後見てみたら3円とかになっていたとか、はい、やっぱり時間とともにオプションって減価していくので、日経平均が24,100円でうろ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 していたら200円のプレミアムももう100円50円とどんどん減価していったり、この時間的価値があるっていうのは、はいはい、オプションの独特の面ですよね。そうですね、放っておくと下がってしまう、はい、そういう意味で言うと、はい、売りが有利な商品なんですね。あ、そうですそうです、うん、はい、とその売りと買いを組み合わせたような、うまくミックスさせる、そうですそうです、うん、戦略をいくつかご紹介いただきました、はい、でやっぱりこの戦略を立てるには日経平均どうなるのかなっていうのが一番大きいですか？はい、そうですね、日経平均のトレンドをあらかじめこう分かる方がまあもちろんいいですよね、うん、分かっていた方が。でも分かんなくてもいいんですね、うん、まあ、分かんなくてもこのように範囲だけ決めておけば、うんうん、である程度日経平均って月間で2000円ぐらいのレンジなんですよね。あ、月間で見ると、月間で見ると、2000円って広いですよね。広いですよね、うん、で今私がお話ししたのはほとんど2000円のレンジなんですよ。大体、ね、だから大体当たるんですよね。そう考えると、うん、ちょっと
できそうな気がしてきますけどね。できます、はい。で続いて出てきたのが、はい、新高値銘柄数、はい、新安値銘柄数。そうですね、だいたい日経平均はテクニカル分析で相場の、まあ、上昇とか下落を、うん、まあ、当てがちですね。25日線下回っちゃった、はい、とか。ただもう結構それは今のこの AI というか、はい、アルゴリズム売買がこの台頭している中ではそこを逆手に取られたりすることもあると思うんですよ。テクニカルは最近ね、うん、特にドル円、ドル円チャートの騙しが多いですよね。多いですね、うん、多い、本当に多い。で後になって、はい、まあ、いろんな移動平均線とかラインとかを引いて、うん、ああこうなってるなっていうのがあるんですけど、で私はですね、はい、市場の体温というところにフォーカスしてまして、はい、今表示されているのが、全市場の新高値新安値銘柄数の、チャートと日経平均なんですね。去年のケースでお話しするならば、はい、去年の8月1日に、はい、日経平均は、まあ、ちょっと下方向に向かっていってたんですけども、うん、新高値銘柄数と新安値銘柄数は8月1日時点で久しぶりに逆転してたんですね。うーん、新高値銘柄数は53銘柄つまり相場が強い銘柄が53銘柄、はい、でもうそのまあ 1.5 倍ぐらい新安値銘柄数は増えていたんですね。はあ、つまり相場の勢いはそがれていってたという状況になります。あ、そうなんですね、はい、で大きな下落が1000安がその翌日にもう来てますよね。翌日翌々日ぐらいにはもう。なるほど、はい。なのでやっぱり日経平均ってどうしてもいびつなインデックスじゃないですか、はい、ユニクロ、ファナック、ソフトバンクとかで、うん、いくらでも機関投資家が先物を使って、うん、動かすことができるので、もはや日経平均のテクニカルはあまり私は意識はしてなくて、こういうやっぱり相場の中身、相場の、うん、勢いとかそういうものを分析した方が相場の初動引いては下落という意味では、うんうん、私も新高値と新安値の数ってすごく気にしてるんですけど、はい、直近でも、はい、27日に、はい、あ、高値と安値の数の多い方が逆転しちゃったなって思ったんですけど、ね、はい、これ私一部しか見てないんですけど、はい、これ全市場ですか、はい、全市場の方がいいですか。全市場の方がいいと、まあでも東証一部でもいいと思いますけどね、これはやっぱりじゃあ市場の体温を表してるんですね、はい、表してますね。で次が、はい、その1ヶ月後ですね、はい、ショック安が起きて1ヶ月後、9月5日にですね、はい、ようやく新安値銘柄数が減ってきたんですね。お、17銘柄そして新高値銘柄数は65銘柄と、まあ4倍ぐらいに、これ1ヶ月ぐらいじゃ続いてたんですね。続いてましたね、弱い状態が、うん、あ、じゃあここでちょっと温まったよっていうのが確認できたんですね。確認できましたね、9月5日で。でそこを境に、まあ、大きな大陽線引いてるんですけども、はい、そこを境に日経平均は、もう1000円以上、うんうん、1ヶ月も経たずに上がってると思いますね。いや、ここはね結構よく上がりましたよね、はい、上がりましたね、うんうん、はい、じゃあこういう時に、はい、あ、体温が下がった、安値が上回っちゃったっていう時に、はい、プッと、そうですそうですの方、はい、フットバックスプレッドっていうさっきの1個目のやつ、1個目のやつ、はい、で、あ、これ再度逆転して今度高値増えてきたよっていうところで、はい、コール、そうですそうです、レシオコールスプレッド、レシオコールスプレッド、で次がもう最後の例なんですけども、はい、平成の最後、改元の前ですね、4月26日、はい、こちら日経平均のチャートはまあ、高値もみ合いとなってますよね、うんうん、確か。でその時に高値もみ合いの中、実はこっそり新安値銘柄の数の方が3銘柄ですけども増えていたんですね。ちょっとですけどね、ちょっとですけど、あ、そこ重要ですか。重要だと思いますね。やっぱり高値圏内で相場の勢いが、うん、そうですね、77銘柄って結構多いですよね。
あ、新安値70って絶対値が77って多い。多いと思いますね、うんうんうん、この高値圏内で10銘柄とか20銘柄だったら、あ、まだまだ、うん、買って株買ってるなと思うんですけども、うん、高値圏でこういう逆転したらもうあとはチャートの通り2000円安に、ああの令和が明けてからですね。え、じゃあこれはですね、はい、確か、はい、トランプさんの発言というか、あの、ね、あ、そうでした、そうでした、米中貿易の話が出て下げてるんですけど、はい、もしかしてその前にちょっと弱くなってるよっていうサインは出てたんですか。出てましたね、はい。じゃあその他にもサインがあるんですね。はい、こちらですね、はいはい、相場変調のサイン、相場変調のサインですね。まあ、新高値安値銘柄数の推移というのは上から2番目のところですけど、はい、あとは日経平均ボラティリティインデックスですね、あとは恐怖指数であるビックス指数の、まあ、上昇というのは、まあ、ご存知の通りかもしれませんけれども、まあ、ボラが、日経平均が静かな割にボラティリティが上昇していたりとかすると、うん、まあ、相場の変調のサインだと思います、はい。うん、あとは3つ目が外資系証券の日経先物手口ですね。これはどういうことですか。まあ、こちらはですね、まあ、いわゆる、日経平均っていびつな指数と申し上げたんですけど、うん、まあ、外資系証券が、まあ、例えば、まあ、名前を出すのはあれですけど、まあ、そういう先物をたくさん売って、はい、まあ、日経平均を押し下げるっていうのは結構、まあ、よくある手だとは思うんですけど、よく聞く、よく聞く、商品投資顧問とかに強いような会社さんで売ってるっていうのが出たりとか、出たりとか、これ先物は、まあ、手口がね、最後に、はい、まあ、日中じゃないですけど出ますので、うん、はい、それ見てて、あ、出てきたなっていう、はい、そうですね、まあ、これは大体、まあ、1000枚とか2000枚とか、はい、それはおそらく、まあ、最低取引だったりとか、うんうん、トピックスを利用した最低取引とかなので、手口が全てではないんですけれども、まあ、ある日突然、まあ、例えば5000枚のいきなり売り越しだったりとか、うん、4000枚の売り越しとか、そういう何かちょっと突拍子もない時に何か出たっていう時は、まあ、ある程度変調に備えるという意味では、はい、うん、これが出たからすぐに、うん、あ、じゃあもうプット売り戦略っていうんじゃなくて、うんうん、備えるっていうことですね、うんうん、で4つ目が値上がり値下がり銘柄数ですね、はい、はい、これは、東証一部の値上がり値下がり銘柄数で、まあ、日経平均だけ上がってるんだけれども、持ち株はすごく下がってるっていう状況って結構あると思うんですけども、あ、うん、まあ、それも、まあ、日経平均の寄与度が高い銘柄だけを、買われていて、うん、実際のところは値下がり銘柄数は値上がりのもう2倍以上だ、うん、そういう時って結構相場が変調のサインなので、うん、まあ、上から2番目の新高値安値銘柄数とちょっと似てるんですけれども、まあ、相場の中身っていうものをちょっと気をつけて見ていった方がいいかな、うん、なんか指数だけ上げちゃってるねみたいな時ありますね。ありますね、うん、そういう時にはちょっとジャブというか、はい、打診というか、そこでプッと買うっていうのはいいかと思いますね。枚数減らして、枚数減らしてジャブで、ジャブで、でここからはテクニカルなんですけど、はい、私が重要視しているのは、うん、月足と週足と日足の前の週ですね、前週、はい、前週の高値を超えたタイミングで、まあ、先物を買う、相場がいい意味で変調するという、うん、で、安値更新はその前週の月足、週足、日足、この3つ、はい、3つとも前の週の安値をブレイクした時点で必ず暴落は起きるんですよ、はい、チャイナショックもビッグスショックも、リーマンショックも全部、ね、なので前週の足を見ることは毎日心がけてますね。あ、そうですか、うん、それじゃあ、プリントアウトして撮ってあるんですか。あ、そうですね、プリントアウトして撮ってますし、
まあ、いつでもチャートは振り返れると思うんですけど、それでいいんですね、はい。そして最後に25日移動平均線の乖離率、はい、そうですね、このテクニカルは、まあ、結構メジャーだと思うんですけども、うん、この本にも記載してるんですけど、プラス 5% 以上の乖離ですね、はい、まあ、日経平均がずっと上がってるっていう状況、まあ、大体 5% から 6%、まあ、最大で 7%、8% も上昇に乖離した時もあるんですけど、うん、上の方にありますね、ありましたね、うん、まあ、そういう時はその逆張りという意味で売りを入れるということですね。まあ、上がりすぎだよっていうサインですね。なんか結構強い時って乖離率あって、はいはいはい、でそこからもう一段高するような時があるんですか？ありますね、うん、一応これもジャブ、ジャブですね、うん、で逆に、相場が底入れのサイン、これはもう25日移動平均線乖離率がマイナス 10% 以上になった時、まあ一昨年の2018年のクリスマスショックの時は 10% 突破して、まあそこからまあ大きくリバウンドして1、2月、3月と上がっていったんですね。まあそういう時にはまあ逆に相場の上がるという意味で、もう底入れという意味で変調のサインとして、だからそこでプッと打ったりとかいいと思いますね。でも2年に1回しか今来ないので、変わり目、そんなにしょっちゅう来ないですよね。来ないですね、来たら困りますもんね。そうですね、はい、その実際の変わり目があったところの例を持ってきていただいてるんですか？変わり目というか、はい、2007年の、うん、まあ、今から何年前かな、13年前、はい、そのちょうど私がオプション取引を始めた、はい、先ほどの、はい、頃なんですけども、これは実は月足の日経平均なんですけど、うん、これ12ヶ月移動平均線と24ヶ月移動平均線、はい、これをまあ私も毎日とか毎週というかチェックしてるんですけども、うん、12ヶ月移動平均線を2007年11月に4年ぶりに割り込んだんですね、うんうんうん、リーマンショックからだから約1年前にはもう実は日経平均はベア相場に突入してしまっていたということを、まあ、トレーダー自体に発見というか、まあ、いろいろサブプライムローンとか、うん、そういうのもありとかね、はい、ありましたよね、うんうん、なので、まあ、そこの時点で私はもうオプション取引に傾斜していたというか、下がれば儲かる取引って何があるんだろうと思って調べていってオプション取引にたどり着いて、あ、じゃあ2007年にこのオプション取引を始められたというのは、はい、下がりそうだなというサインを見て、下がっても利益が出せるのは何かなっていうことで、はいはい、オプションになったんですか？そうですね、空売りだとやっぱりどうしても個別株って意外に強くて、はい、うん、売っても売ってもやっぱり戻したりしていたんですよね。うん、PKO とか多分確かこの年入っていたと思うんで、あ、聞きましたね、はい、PKO、はい、ありましたよね、はい、なのでどうしても空売りではうまくいかなかったんですね。うん、でオプションだともう月足見るともう毎月陰線で毎月安値更新していってますよね。なのでまあオプショントレーダーにしては非常に分かりやすい相場だったなっていうのがありますね。なので大きく見極めるためにはやっぱり月足のチャートはまあチェックした方がいいなっていうのは。先ほども出てきましたけど、月足のチャートを毎週見るんですか？まあ毎日見てますね。毎週月足でも月足でも見てます、はい、でそれがこれ安値更新って安値こう切り下げてってるっていう。そうですね、はいはい、そうですね。ああ、こんなに綺麗な、はい、綺麗なっていうとなんですけど、綺麗なっていうか、はい、はい、サインが出ていたんですね。出ていたんですね、うん、これがきっかけ、きっかけでございました。はい、でもう一つ、はい、オプションの取引を2つか紹介させていただきますと、はい、こちらですね、非常におすすめの取引なんですけど、はい、バーティカルブルコールスプレッド、まあ、ちょっとややこしいですね、うん、名前が、これは利益も損失も限定するっていう取引ですね。
どっちも限定されちゃうんですか？どっちも限定されますね、うん、損も利益も限定なので、はい、日経平均が強いなと思って先物を買ったりとか、うん、コールオプションを買ったりとかするよりも23,500円のコールを1枚買うで250円上の23,750円まで上がらないにかけるコール売り。今レンジだよねっていう時ですか？はい、そうですね。そういう時にはこの取引だけを、まあ、これも20万円ぐらいで取引ができますので、相場はちょっと強気だな、でもちょっとレンジっぽいなって思う時とかは、はい、強めのレンジ、強めのレンジで先物とかオプションを買うよりもこういうバーティカルブルコールスプレッドっていうのを仕掛ければ損が出た場合はコールオプションはプレミアムが0円になりますよね、うん、先物は反対方向に動くと損がどん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 膨らみますよね。でもこのバーティカルスプレッドは損失も限定されるんですね、うん、利益もある程度こう抑えられてしまうけれども、はい、損失限定で、はい、まあ、お金をこう回していくにはこういうものもあるということですね。で相場の方向性を当てる、練習というか、うん、をする上では非常にいいと思います、はい、あ、なるほど、うん、練習のオプション取引としては非常に有用ですね。これは今ちょっと強めだな、うん、弱めだなっていうのを、うん、こうタイミング測る練習に、はい、あ、練習って練習用ポジションですね。なかなか難しいじゃないですか、うん、難しい。シュミレーションではやっぱり違うんですよね、うん、そうですね。でも実際にオプションは意外とこう、まあ、先ほど証拠金を抑えてっていうのもありましたけど、はい、証拠金高いので、はい、練習がなかなかできない。そうですね、うん、で大きなこの損失無限大っていう言葉もこう脳裏にあるじゃないですか。売りは損失無限大とかすごいの押しかかってますよ、はい、なのでこれはもう損失も利益も限定されるので、まあ、短期で売買されても本当にマイナスでもは 1,2 万円で済んだりとかしますね、うん、そうなんですね、はい、うん、これはバーティカルブルブルコールスプレッド で反対バーティカルベアプット、日経平均が下がるなと思った時に練習用で、プットを1枚買ってその250円下のプットを1枚売る。これ250円、あ、200円じゃない、500円ですね、500円下ですね。はい、さっきは1000円とか幅あったじゃないですか、はい、こっちはもうちょっと小さめなんですね。もうちょっと、はい、500円を、幅に取っておく、まあ、なぜなら日経平均は下がりやすいからですねなのでちょっと幅を取っておくということですね。わかりました、はい、でこっちは1枚ずつですね、はい、保険代わりにプットを買うっていうのって結構彼女さんも聞きませんか？聞きますね、保険代わり、例えば地震が起きたりとか、うん、天災が起きたりとか、そういう、まあ、しやすい国で、まあ、日経平均もやっぱり世界最弱というか、悲しいかな、悲しいかな、どこで何があっても割と早くに影響を受けますよね、 うん、やっぱり流動性が非常にアジアの中で大きくて、うん、アジアの中で最も早くマーケットが開くので、うん、どうしても日本がヘッジ市場になってしまうんですけど、うん、まあ、そのあたりを加味して保険代わりにプットを買う人結構いらっしゃるんですけども、はい、私は5つプットを買うタイミングあると思うんですね、はい、それがもう1つが日経ボラテリティインデックス、最後に画像に載せてますけど、はい、13ポイント台で、うん、OTM っていうのはアウトオブザマネーの略で、まあ本当に今で言うと2万円のプットとか、はい、もう本当に1円とか2円のプットをおそらく保険代わりに買われてると思うんですけど、安いやつ、まあ、安いやつ、下のやつをまあ買うタイミングですね、はい、がいいと思います、はい、毎日買うんじゃなくて、あ、うん、なるほど、保険代わりだからって言って毎月かけておきましょう、積み立てみたいじゃなくて、はいはい、じゃなくてこの5つのタイミングがいいと思います。で日経平均テクニカルなんですけど、うん、52周線だから年間コストが割れた時ですね、日経平均がだいぶ下がっちゃったなって、はい、と思った時には、はい、まあ、あの日経平均のトレンドが悪化 してる証拠なので、うん、まあ、そのタイミングでプットの買いをスタートするということですね。なるほど、はい、スタートという意味で。で先ほどお話しした25日線乖離プラス 5% 以上になったら、そろそろ日経平均も上昇の
スピードも鈍化してくるので、まあ逆張りという意味で 5% 以上乖離したタイミングでプット買いの保険買いをスタートという感じですね。スタートという意味で。でもう一つが、こちらもちょっとテクニカル的な要素が多いんですけども、騰落レシオですね。まあ騰落レシオが160ポイント台っていうのは非常にもう相場が過熱、ホットな状態の時ですけども、まあそういう時も160ポイント台になったら、だいたい騰落レシオもレンジなので、160から50の160ポイント台までいったらもう50ポイント台まで相場が下がりやすいので、そのタイミングで保険代わりにプットを買うタイミングというかスタート。ずっと値上がり銘柄がひどく多いっていう時ですもんね。そうですね、160になると、はい、でもこれもスタートなんですね。スタートですね、はい。で、先ほど申し上げた月足が、はい、移動平均線デッドクロスし始めたら、まあ毎月買ってもいいと思いますね。あ、そうなんですね、はい、だから毎日毎日とか毎月毎月買うというのじゃなくて、この5つのタイミングに合致した時にプットを保険代わりに買えば、保険のロスというものがなくなると思います、ね。はい。でこの日経 VI の13ポイント台ってことなんですけど、はい、こちらですね、ボラティリティインデックス、2015年から2019年の5年4年のチャートですね。日経平均ボラティリティインデックスが、はい、やっぱり13ポイント台っていうのは市場が総楽観な状態、まあ上がらない、あ、相場下がらないんじゃないっていうのが多分インターネットとか SNS で結構台頭してるタイミングだと思いますけど、だいたいそこはそこから暴落っていうのは起きるんですよね。みんなが楽観しちゃうと、はい、それが数値で表すと日経 VI 13ポイント台ですね。だいたいそうですね。今回の新型肺炎の下落もやっぱり13ポイント台に突入してからもう20に跳ね上がったので、そうだったんですね、はい。まあ、何か材料が出て大きく動くときっていうのは、はい、その下地が実はあるんですね。ありますよね、風船みたいな感じで、あ、ちょっと針で刺すとバンみたいな、膨らんでなければね、はい、弾けないですもんね。弾けないですもんね、はい。そんなタイミングを測りながら、はい、いくつか見せていただいたような戦略を駆使して、はいはい、オプション投資をしていこう、はい、という話でした。そうですね。今日のお話では多分全然足りなかったと思いますので、はい、ご本を読んでいただく、あるいは、はい、YouTube を毎日ご覧いただいているということですから、はい、それをご覧いただくと、はい、より分かると思います、はい。本日は、近間哲平さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。